この下の海みたいなやつがニンニク？これ全部ニンニクです。はい。やばいやばいやばい。ほら心なしかこっちはニンニクホイル焼きも上がってきてる。確かに俺も行きますみたいな。世界一臭いキスをしよう。ああいいね。うわ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 。北の地下町のフェレット、アルケンです。今回訪問するお店は、ニンニク焼肉のお店、プルシンでございます。おで、今回ですね、プルシンっていうね、はい、まあ、知ってる人は知ってるのかな、まあ、新宿とかにあるんで、もしかしたら見たことあるよって人いるかもしれないですけど。ちょいちょい最近できてるっていうイメージありますね。三軒茶屋でもできたみたいな。できましたね、本当に。で、そこはもうニンニクにも漬け込まれた肉が、ね、出てくるんですよ。全メニューニンニクみたいな。で、いつもあれなんかどっちか行くみたいな感じなんですけど、今回は、もう2人で、はい、楽しくね、行ってきましたので、北のバキシたちみたいな感じでやってきて、ね。あれやばったよね、はい。前、えぐいね、ニンニク焼きに出てきたんで、はい、その模様をご覧ください。どうぞ。入店いたしました、はい、プルシンですね。めちゃめちゃいい。もう、いや、いいですね。好きな感じです。ここはもう、対面できる感じなんですね。やっぱ鉄板ですよ、本当に、ね、焼肉は。本当に焼き専門基本的にもう全部ニンニクがあるらしい、うん、で、この赤ミックス、白ミックスっていうね、まあ、いろいろあるんですよ。白がホルモン系で、赤が赤ミニクって言ってました。うん、でこのタンミックスも、ね、結構いいんですよ、画像とか見る限り、ね、そう、なんか そうね、動画見た時はこれが美味しそう。でもタンとじゃあ赤白どっちかにする。あ、うん、でもそうだよね。あ、でも赤は多分頼んだ方がいいじゃん、多分。ま、ナッケの湯室行く誰あ、ナッケの湯室ね。え、でもこれ酒のあてって書いてるから酒頼まなきゃいけなくなっちゃうよ。私、俺にして、そのあて。大丈夫大丈夫。ん、俺が酒になるから、今日は。気持ち悪い、お前。美味しいご飯ほかほか秋田小町は。確かに美味しいご飯ほかほか秋田小町1 じゃあこれお通しの。これなんだ、これなんだ、これピーマンじゃないですか。おもれまし。少々も変わるから。いや、マイク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 下行ってる。これ誰の声拾うの？マイク下、やばい。今日なんか調子悪いんだけど、マイク。マイク下。え、この下の海みたいなやつがニンニク？これ全部ニンニクです。はい。こちらからタン、さっきタン中ですね。で、こちらタンカルビにタンの大人厚切りです。うわ、この3ついいな。うん、これだよね。色合いが。めっちゃうまそう。はい、ニンニクタプタプの。すげえ。白ミックスと、タミックス。確かにこれ全部ニンニクって考えると、もしかしたらエグいんじゃないか、これね。これ全部オルニンっていうか、まあ、ニンニクだから。そうだよね、やばすぎる。うわ、こっちもめっちゃいい感じになって、牛脂溶けてきました。じゃあちょっとあえて白ミックスからでいいかね、今日。え、それ何、これ何、これうまそう。シマッチョ、なんかホルモンない、すごい。これじゃあいきますよ。あ、そういうことそういうことそういうこと。それでいいんだよ、お前はな。それでいいんだよ。ああ、やばい、フロア大熱狂。やばいやばいやばい。ほら、心なしかこっちのニンニクホイル焼きも上がってきてる。確かに、俺も行きますみたいな。うわ、全部乗せじゃん。うわ、すごい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 。牛脂もいいんじゃない。うわ、しかもこれ牛脂だからな。すっごい、ちょ、肉の旨味が満載なわけだ。これいいんじゃないか、肉。うん、この辺もう食べれるからね。うん、レバーから行こうかな。レバーいける？それレバーでしょ。いただきます。はい。いや、いいよ、もう一回。これもう癖が出ちゃってなって。確かに。普段二人一人と一人でやってるから。片方食べてるときは片方黙っとくみたいな、そういう癖になっちゃってる。いいんだって、一緒に食べれば。カメラあるんだから。いただきます。いただきます。うまっ。うん。うわ。入店して30分後ぐらいにようやく肉にありつけた。もうやだ、焼肉のサムネ。サムネ撮影何分かかってるの？やばい、バチバチに刺さる、この米、俺らに。でも、ちょっと硬い系だった。あー、でもな、そうね、程よい。うんうんうん、これあー、うまっ。やっぱ鉄板で焼く肉が一番うめえわ。うわ、うん、今のうまい。やばい、もう一個頼むよ。なんで
二人で仲良く食うためだけど、ね、だって大盛り同じ値段だったから丸に丸ごとニンニク、うまい、牛脂だから、あの、うわすげえこれ、勢力北のバキシタチになっちゃってますやばい、でも甘いね、うん、若干ジャガイモに近い感じバキ、うん、これ男に力をって、あもうあ推奨してるんだ、これ男に力を、あ本当だ、タコニンニク、タコニンニク、いや男ニンニクじゃん、違うか、ナッケのユムル行く、うん、ナッケはマジで食べたい瓶ビール一つお願いします、あ、あ、あとユッケ、あ、ユッケナムの一つ、はい、はい、ナッケで、はい、ありがとうございます、ちょっと傾けた方がいいんですけど、はい、7対3ですね、もう割合、じゃあ、いただきます、え、でも焼肉焼きたらさすがにビール、いやでも分かる、うん、いや俺もなんかそう適材適所みたいな感じで、うんうん、でちょっと吸い込ましたやつもっと、あなるほどね、そういう作戦ね、でもそうだよね、この辺の周りの人たちどうするんだろうと思ってたから、そうそうそうこうやってね、じゃあ行きますよ、あそういうことそういうことそういうことでいいんだよ、あそういうことだ、え、めちゃくちゃ綺麗じゃないお肉、超赤いね、すごい綺麗なんだけど、あーでもなんか厚切りは結構よく焼いた方がいいって聞くわ、なんかカリッとさせた方がいいらしいよ、だからちょっと厚焼き俺やろ、なんかね、いや俺継ぎますよ、お前継げんの、そしたらグラスまで奪わないからね、触ってほしくないもん、ね、飲むとうるせえ、うまもういいんちゃうかね、もうこの辺とかマジで美味しそう、もういいんじゃないか、うわやばやばやんぶわ、うわやば、拙者拙者、うまそう、一応カレーデラックスにしといたわ、なんじゃこれそんなこと可能なのか、ニンニクあったじゃん、竹状に、あ、そっか、あれ入れればいいのか、それタレ、これをマックスバージョンだから、うわ、こんなんやっていいんか、うわ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 、これでやりすぎじゃないですか、じゃあいただきます、うん、まっ、ニンニク入れたの正解だわ、入れすぎじゃない、もうニンニクの味しかしないんだけど、うん、うん、そんなユッケ好きなやつ出会ったことないんだけど、いや、いるでしょ、そんな好きよお前、世界で一番好き、焼肉より好き、いただきます、あ、いけるいける、あめやばこれ、うわ、危ない、逃げろ、やばい、いや、合う、ユッケの不安で合う、ある、いや、すっごいうまい、燻製肉だ、うまい、どんなゾロみたいなリアクションになる、うん、うまい、うん、やば、あー、何それ、中だとなんか嬉しいの、え、食感がちょうどいいんじゃない、そういう仲なの、え、そうでしょ、そういう仲って意味なの、うん、仲だとちょうどいいんじゃないの、うん、うん、結構甘めのレモンだれですね、めっちゃ美味しい、うわうまっ、一番うまい、嘘、ちょうどいいと思う、カリッとするぐらいがうまいと思うの、バチボコにニンニク効いとるわ、結構だし、これマジで、これ米なしで言ったら言うた、米そんな進めたって、たんで、いただきます、うわ
え、うまい、やばうまい。あ、これ一番うまいかも、やっぱり。うん、じゃあ最後、そういうこと。うわでかいね、マジでね。あー、かわいい。マシマシにしちゃうぜ。うわ、すごっ。これ、こうやってやるもんなのかな。絶対違う。なにこれ。うま、奥さん、どっちが好き。ユッケ。でも、多分あっちもそう言うんじゃない。お互いそう思ってんだ。うん、ニンニクがちゃんともうご飯だね、ちゃんと。うん、てかね、そんな主張激しくないよね。そう、辛すぎないんだよね。そうそう、だからそう、ニンニク生活の最終日にニンニク専門店行ったんだけど、全部国産のニンニクだったの。もうそれと同じ味。それもうすっごい美味しくて、いいニンニクはやっぱうめえんだ。うん、たっちゃんね。いや、あ、こっちいるんだ。癖でさ、これ、まあ、こういうグラスがあるじゃん。うん、でまあ、普通こう持つじゃん。うん、はい。で、俺、癖でこう持っちゃうんだよね。こう、で俺、よくこう飲むんだけどさ、うん、コメントなんで、うん、サイリムと一緒の持ち方ですね。サイリムこう持つからさ、あ、その癖なんだと思って。だから結構なんかこう持つときにさ、ここ曲げちゃう癖あるなと思って、あ、サイリム持ってたからかと思って。確かに。あ、でもまあ、確かにサイリウム俺こう取るわ。持ちやすいでしょ。いや、そう、めっちゃわかる。これお互いしある。友達にその話したら、全然持てないの、持ちづらって言って。あ、これはもうお互い特有の持ち方なんだ。そう、全然持ちやすいね、普通に。世界一臭いキスをしよう。あー、いいね。これ全部マルシンの、ね、マルシンじゃない、マルシンオリジナルプロのマルシン。あ、結構コリコリとした感じ、ね。で、もう本来のターンって感じで。うん、もういっぱい。あ、ガチでごちそうさまでした。うん、うわ、お腹いっぱいだ、マジで。はい、ごちそうさまでした。いやー、がっつりニンニクでしたね。あ、すごいわ、今食べ終わったらニンニクが。うん、いやー、でも今日なんか夜撮影だったじゃないですか。はい、で、昼も結構活動してたんで、はい、結構疲れてたんですけど、確かにみなぎった感ありません？うん、なんか元気だったよね。いや、おもろいね。もう全部がニンニクまみれの焼肉屋さんって、うん、そうだよ。うん、何頼んでも全部絶対ニンニクですよね。そう、一玉と周りに全部国産のやつ。くそ、お前握った、何の匂いだと思った、お前じゃん。いや、そんなレベルなんだよ、本当に今日は。まあ、ということで、まあ、ニンニク好きにはね、本当にたまらないと思いますので。そうだね、はい、焼肉のお肉としても美味しかったですね。そうですね、うん、まあ、皆さんもぜひ、プルシンさん来てみてください。美味しかったです。美味しかったです。というわけで、ぜひ講演と高評価よろしくお願いします。お願いします。じゃあまた次回、バイバイ。